今日のご理解です。池上金光大臣三好より。ご神君、生きても死にても天と地は我が住みかと思えよ。生きても死にても天と地は我が住みかと思えよ。大坪総一郎氏ミニご理解より。人間は泥より入れて泥に帰ると言われる。故にその道中とてもまた泥の性根を身につける生き方こそ天地人一体となれる唯一無二の融合世界に住むことができる。天地のご守護の中にある実感も生まれる。人間は泥より入れて泥に帰ると言われる。故にその道中とてもまた泥の性根を身につける生き方こそ天地人一体となれる唯一無二の融合世界に住むことができる。天地のご守護の中にある実感も生まれる。人の命は神様からいただいたものです。神様が授けてくださったものです。人間は自分で生きようとして生きれるものでもなく、また死のうとして死ねるものでもありません。神様のお許しをいただかなければ生きることも死ぬこともできない存在です。また知ろうとして知られない世界がたくさんあります。踏み込もうとして踏み込めない世界がこの世界にはたくさんあります。また一方では人間にはたくさんの選択肢を与えられている部分もあります。草木は自分の生活の場所を自分で選ぶことはできませんが、人間は自分で選んで動いていくことができます。人間には選択肢が与えられています。その与えられている選択肢の中で選び取るということ、その選び取られたものがいわゆる強制的に押し付けられたものよりも値打ちがあるものとなります。例えば泥の心、泥の心は強制されたものではありません。しかし人間がこの泥の心を身につけようと欲するところに天地金の神様が喜んでくださり、おかげを授けてくださる働きとはなるのであります。どうぞ皆さん、泥の心を身につけること、どうぞ皆さん泥の心を身につける稽古をしてください。そこには神様が喜んでくださり、神様がおかげをくださる働きが始まります。どうぞよろしくお願いいたします。